西吉和、西義一1月1日昭和16年4月15日は、日本の陸軍軍人、陸軍大将制3位、軍一等校2級、福島県出身、旧合津藩市、西中義の長男として生まれる。中義は、日高地方の開発に功績を挙げたことで、生しされ、また、臨時提出編集局職宅を務めている。弟の西吉明は、社員で、 犬会兼松本重春らと王町名工作を行った。西は地商会の評議員である。栃木中学校を経て、1898年11月、陸軍士官学校を卒業し、翌年6月、法兵少尉任官。1902年12月、陸軍方向学校高等科を卒業。陸士生徒体付、第七師団弾薬大隊付を歴任。 日露戦争では、第2師団交尾野放中隊長として出征した。1909年12月、陸軍大学校を卒業し、陸軍野戦砲兵射撃学校教官、野砲第11連隊大隊長、東宮部官、自重部官、野戦砲兵射撃学校教育部長、欧州出張などを経て、1923年8月、陸軍少将に進級した。 野戦重砲兵第3両団長を務め、1928年8月、陸軍中将となり、陸軍技術本部総務部長、陸軍野戦砲兵学校長を経て、1931年8月1日付事例により、第8師団長の職に補いされ、同日、陸軍技術会議議員の職務を解かれた。翌1932年4月から1934年1月まで、 満州で活動した。1934年11月22日発表の論考交渉において、公に級、訓位等局実大受賞、元第8師団長、修嬢として掲載され、合わせて主君公の特賞を受賞したことが、新聞各社の号外等により報道された。東京警備司令官を務め、1934年11月、陸軍大将となり、 東部防衛司令官を兼務した。軍事参議官在任中に2.26事件が発生。その後の祝軍人事でも現役として残り教育総監に就任したが病よ、え、1936年8月、予備役に編入された。日高実業協会、西田田義特有記録、畠山清行、陸軍中野学校 P99。 財団法人地召喚名簿1937年、官報第1378号、除任及び、事例1931年8月3日。P44、藤本直則、第8師団に輝く、交渉1面及び2面、歴代陸軍大将善乱、西吉和、漢報第3814号、除任及び、事例1925年5月13日。 ありがとうございます。